僕個人的にこれは、作ってフェスに持っていきたいですね。これはちょっと全部集めるのは結構大変になりますね。いや、でもこれもし本人見てくれて、なんかいいねしてくれたら、僕、すっごい嬉しいんですよね。皆さん、こんにちは。ジェシー・オールガブルだ。ひらげだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら、レゴドッツです。はい、これは今年発売されたレゴの新商品です。そもそもレゴドッツって一体何なのかというと、まあ、簡単に言えば、アクセサリーになった、レゴです。はい。ネックレススタンドや、あと写真スタンドなど、結構いろいろな種類があります。で、僕は今回こちらのブレスレットを買いました。それと、あと、追加でドットパーツ、こちらを2つ買いました。で、このドットパーツが結構人気みたいで、僕これ2つ買ったんですけど、ちょっと欲しくなったんで、アマゾンで2つ追加しました。はい、今回の動画ではこちらのレゴドッツをレビューした後に、まあ僕だけの、まあオリジナルの、まあ、ブレスレットを作ってみようと思います。はい、ではブレスレットを見ましょう。ちなみにブレスレットは全部で5種類ありました。で、その中で僕が個人的に気になった3つを購入しました。今回買ったのはユニコーンブレスレット、コズミックワンダーブレスレット、レインボーブレスレットです。あとはこちらのドッツパーツを2つ買いました。このドッツパーツは何かというと、こんな感じで顔文字があったり、こういうクリアパーツやドットパーツが入っております。ちなみにこの顔文字パーツが結構種類あるみたいなので、ちょっと全種類あんま見てないんですけど、これはちょっと楽しみです。はい、では開けましょうと言いたいとこなんですけど、このレゴドッツなんですけど、パーツが小さいので、もうかなりなくしやすいです。もうパーツ絶対なくしたくないという人にはこちらをおすすめします。はい、こちらです。これは100均ショップで買ってきた、カードを入れるケースです。ちょうどレゴドッツのこういうパーツを入れるのにすごい適しています。ちなみに僕は100円ショップのこのアクセサリーケースにこんな感じでパーツを仕分けています。このケース本当に素晴らしいので、パーツを仕分けしたい人にはぜひこれをおすすめします。ちなみにこれは、ワッツという100円ショップで買いました。では開けましょう。どれから開けようかな。まあ、ドッツは後から開けるとして、まずこのブレスレット、これを開けましょう。これは開け口がないので、もうハサミで開けます。はい、中には、まずはこのブレスレットが入っていて、あとはドッツですね。あ、ちょっと取りづらい。 ちょっとドッツ、ちょっと奥の方に入ってるので、ちょっと取りづらいですな。ちょっと、うわぁ、少な。え、ドッツってこんな少なかったっけ？なんか思ってたより、なんか少ない。あ、そうか、そのためにこれがあるのか。このドッツで、まあ自分のオリジナルのブレスレットを作るってことですかね。あー、これ面白いな。あ、ブレスレットパーツはゴムになってます。結構硬いな、これ。じゃあちょっと僕巻いてみます。僕こう見えて腕めちゃくちゃ細いので、どこまでいけるんだろう。おー、余裕っすね。全然いけます。まあ、20歳の僕でも全然いけますね。これは面白い。じゃあこの調子でユニコーンも開けます。はい、ユニコーンのブレスレットは明るい紫色ですね。じゃあ次はこちらのレインボー、これを開けます。レインボーのブレスレットパーツは水色です。はい、3つのブレスレットを開けました。まあ、個人的にはちょっとこのドットパーツがちょっと少ないなって思います。じゃあドットパーツを開けましょう。まずユニコーンのドットパーツを開けます。おー、結構カラフル。おー、すごい。これが入ってます。このメッキのシルバーパーツが入ってます。いや、これは豪華だ。ではレインボーのドットパーツを見ます。あー、レインボーのドットパーツもいいですね。クリアパーツが入ってます。最後コズミックワンダーのドッツを見ましょう。わー、コズミックワンダーのドッツもいいですね。あ、これすごい。え、これパール？このね、コズミックワンダーに入ってるこのブロックの形初めて見ました。うわー、綺麗。はい、3つのブレスレットとパーツを並べるとこんな感じです。この3つのドットパーツはもう普段見ないブロックとかもあるので、これはね、素晴らしいです。では今からこの見本のようなブレスレットを作ります。では組み立てましょう。今回はコズミックワンダーの組み立てます。あー、結構これしっかりとハマりますね。ついにレゴはもう身につける時代になりましたね。いや、これはすごい。結構このゴムパーツが結構しっかりしてますね。はい、ブレスレットが完成しました。いや、これね、いいですよ、僕は。で、このゴムバンドがしっかりしてるので、パーツが落ちる心配はもうないですよ。いや、すごいの考えたな、レゴは。で、このままブレスレットにして身につけると。ここがちょっと硬いんですよね。うおー、
すごい。いや、これはいいな。で、この時点でこれだけパーツが余りました。結構意外と余るんですね。では他の2つは一気に作ります。せーので、はい、3つのブレスレットを一気に作りました。いやー、どれもすごい。まあ、それぞれちゃんとモチーフがあるのがいいですね。さっき作ったこれが宇宙モチーフで、そしてこれがレインボーですね。青い空と虹、これも素晴らしい。そして最後のこのユニコーンなんですけど、これがね、結構なんか昔のゲームに出てきそうななんかイメージがしますね。個人的にはこの銀メッキのパーツがすごい輝いてて、これが一番豪華そうに見えますね。いや、これはどれも素晴らしいです。ちなみに僕が持ってるラバーマンはこんな感じです。実はこのラバーマンどうなってるのかというと、このシムのラバーマンにまとめて入れてます。まあ、実際のラバーバンと比べると、まあ、大きさ的に言えばこのオーラルの Tonight the Silent Kiss Me With You Fire のラバーバンより小さいですね。大きさ的に言えばこのオーラルのこれモンバスで買ったラバーバンとほぼ一緒ですね。僕個人的にこれは作ってフェスに持っていきたいですね。もしかしたらこれ文字のドッツが発売されるかもしれないんですけど、僕は絶対にジオーラルシガレッツって書いて下に何て書こうかな。まあ他のバンド、例えばシムとかモノアイズとか、それちょっと作ってみたい。いや、これはすごい楽しいな。で、あとはまあこんな感じで師匠のベルトにするのもありですね。いや、これは面白い。はい、じゃあ次はこれを開けましょう。レゴドッツのドッツですと、確か全部で15、6種類あったかと思います。ちなみに僕は Amazon であと2つ買いましたので、そちらの動画もまた上げようと思います。では開けましょう。まあ、袋見た感じ結構顔文字いっぱいありますね。個人的に欲しいならこの音符のマークと雷のマークと、あとはどれかな、あとはこういう顔文字系いっぱい欲しいですね。では1つ目開けましょう。では出します。うおー、いっぱい入ってます。こんだけ入ってるんだ。そうだ、この白のブロックが顔文字なので、もうとりあえず顔文字だけちょっと全部取っておきます。顔文字以外にこのタイルパーツやクリアパーツがいっぱい入ってます。はい、一袋目の顔文字はこのようになってました。顔文字は全部で11個入ってますね。まず顔文字は泣き顔と困り顔と笑い顔ですね。で、他の8つはレインボーハート2つと骸骨2つと、これなんだろう、なんかの模様2つと骨が1つと音符マークが1つでした。個人的には音符マークが出たのですごい嬉しいです。これツイッターではこのドッツのことオイドッツって言ってるんですけど、間違いなくオイドッツですね。では2袋目分けます。個人的には稲妻マーク欲しいですね。いきます、せーの、よっと。ではここから白のパーツだけ取ります。はい、二つ目はこのようになってました。さっきの笑い顔が一つと泣き顔が二つ、そしてレインボーハートが三つ、イチゴが一つと稲妻マーク一つとスイカが一つと骨が一つと音符マークが一つでした。やっぱこの顔文字系のドッツは一袋に11個入ってますね。で、不均一アソートですかね。これはちょっと全部集めるのは結構大変になりますね。はい、二袋開けた結果はこのようになりました。結構ダブリが多いですね、このレゴドッツのこのオイドッツ。このドッツパーツ自体も結構カラフルでいっぱい種類があるので、これは僕ほんと素晴らしいです。ではもうなくしやすいので、もうケースに全部入れちゃいます。はい、仕分けが完了しました。どんな感じで仕分けてるのかというと、この顔文字のドットパーツと、あとはいっぱい入ってたドットパーツ、こんな感じで分けました。このケースめちゃくちゃ入るので、これはおすすめです。ではここから僕オリジナルのブレスレット2つと、あと師匠のベルト、これを作ろうと思います。はい、お待たせしました。まずブレスレット1つ目、はい、こちらです。題名はそうですね、シンプルイズベスト。今回開けた3つのドッツのパーツを全て使ったブレスレットです。これだったら誰でもできるんじゃないかなって思うことで、こんな感じにしてみました。ここにはユニコーンがいて、そしてレインボーの半分にここに音楽やまあいろいろあって、で反対側は稲妻になってます。これ自分で作って結構シンプルだなって思いました。次のブレスレットなんですけど、おそらくもう僕の趣味全開だと思います。はい、こちらです。と、題名は多分世界で一番パンクなブレスレットです。僕結構こういうバンドマン好きなので、こういうバンドいいかなって思って作りました。ちょっと可愛らしさから一変して、ちょっとこういうちょっとトゲトゲしくて、ちょっと結構凶暴なブレスレットを作ってみました。ちなみに厚さはこのようになってます。まあちょっと自分で作ってあれなんですけど、このブレスレット僕結構気に入ってます。では最後はブレスレットじゃなくて師匠のベルトです。はい、
こちらです。題名は秘伝ヒカキンバックラあーごめんなさい、これ本人見てたらちょっと怒られるかなこれちゃんとコンセプトはあります。まずここの部分なんですけど、ヒカキンの H にしたかったんですけど、ちょっとパーツがなくてちょっとH じゃなくなってちゃいましたね。まあ、YouTuber 界の、まあ、星ということで、星をつけました。はい、周りの装飾がこのようになってます。あというとこ、あ、そうそう、これこれ。これ、実は意味があるんですよ。実は、ヒカキンさんの本に、僕の仕事は YouTube。この本に、ヒカキンさんが当時憧れてた、まあ、ヒーローがいました。この色は、そのヒーローの、まあ、色ということで、つけました。ちなみに、ヒカキンさんの子供の時のヒーローは、あ、これです。3歳の誕生日、この頃の僕の夢は、10レンジャーになること。この本にはこう書いてましたので、10レンジャーの6人分のカラーをつけました。ティラノレンジャー、ドラゴンレンジャー、マンモスレンジャー、トリケラレンジャー、タイガーレンジャー、プテラレンジャー、あと10レンジャーの変身アイテムが大のバックラーなので、本当は秘伝ヒカキンドライバーにしたかったんですけど、まぁ、ちょっと名前的に秘伝ヒカキンバックラーの方がいいかなって思ってこれを作りました。では師匠に巻いてみます。あ、似合うな実はこれサイズなんですけど、ほぼギリギリなんですよね。はい、ベルトをつけるとこんな感じです。あー、なんかね、似合う気がするはい、全体はこのようになってます。あ、やっぱ似合うないやでもこれもし本人見てくれてなんかいいねしてくれたら僕すっごい嬉しいんですよね。まあ総評なんですけど、全体通してこのレゴドッツはもうめちゃくちゃ楽しいです。もうそうですね、個人的にはこのブレスレットは身につけようかなそれかカバンにつけようかと思います。はい、レゴドッツはこんな感じです。はい、ということでレゴドッツを開けてみました。もうさっきも言ったんですけど、やっぱレゴドッツめっちゃ楽しいですね。早速もうこのブレスレットつけてるんですけど、やっぱね結構インパクトありますねこれいや面白い。ツイッターでは結構つわものの人が確かこの上になんか機械的なものを入れたりしてたんで、これもうちょっと一回やってみたいですね。あとはヒカキンさんのこのぬいぐるみがあれば、このようにベルトとして遊べることができますので、まあ皆さんもぜひやってみてください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ヒロゲでした。ありがとうございました。バイ。あ、ごめんなさい。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。